ジョージ・グラント・ハム、ベインジョージ・グラント・ハム・ベインはアメリカ合衆国の写真家。米国では海外写真報道の父座、ファーザー・オブ・フォーリン・ホトグラフィック・ニュースとして知られている。1865年1月7日、イリノイ州シカゴにおいてジョージ・ベインとクララ・メーザーの子として生まれた。その後家族はシカゴからミズーリ州セントルイスに引っ越し、ベインは セントルイス大学の学部で科学を学び、後に同大学から法学士の学位を取得している。卒業後、ベインはセントルイスグローブデモクラット氏の記者となった。翌年、彼はセントルイスポストディスパッチ氏に移籍、ワシントン DC 特派員となった。彼はユナイテッドプレス社のために働いた後、1898年にベインニュースサービス社を起こした。 1944年4月20日、ニューヨークマンハッタンのベルビュー病院において79歳で死去した。アメリカ議会図書館版画、写真部門のジョージ・グラントハム、ベインコレクションはおよそ4万枚のガラス乾板と5万枚の写真からなる。そのほとんどはスキャンされオンラインでの利用が可能である。大部分は1900年から1920年代。 中ばに撮影されたものであるが、古いものは1860年代まで遡り、新しいものは1930年代まで下る。ベインによる画像の大部分はニューヨーク市での出来事を扱ったものであるが、彼はまたニュースを配信する目的で、世界中の出来事を写真にした。図書館は、ベインの写真ファイルは、地元のスポーツイベント、演劇、有名人、犯罪、ストライキ、 災害、女性参政権運動を含む、政治活動、大会、祝賀行事などを豊富に記録していると記している。コレクションに含まれる写真には、著作権上の制限はないが、何枚かの重要な画像については、不正な配信を防ぐための著作権表示が付けられていた。ありがとうございます。